一橋あしき TV をご覧の皆さん、こんにちは。一橋大学あしき集計部スタッフの長嶋直樹です。本日はですね、一協杯あしき e スポーツ大会開催記念特別企画ということで、本日スペシャルなゲストの方に来ていただいております。それでは早速お呼びしましょう。こちらの方です、どうぞ。拍手ちっちゃくないですか？ただ関係上あのね、予算の関係上スタッフ減らしてお送りしてるので、一橋あしき TV ってあるの？あ、そうです、一橋大学あしき集計部の YouTube チャンネル、一橋あしき TV。 これあしき TV っていうの？そうです。あ、そうか、実はそうじゃないです、はい、知らずで。こちらの方です、はい、戸田和幸さんです。はい、よろしくお願いします。ということで、今回はですね、あらかじめ皆さんに募集しました、質問だったりとか。大体こういうの来ないでしょ。いや、5、6件来てました。5、6件か。はい。まあいいでしょ。そんな質問に触れていきながらですね、戸田和幸さん×ゲーム、こういうテーマで、トークをしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、はいはい。まず一つ目の質問です。東京都在住10代男性、バーバパパさんからの。10代なのにバーバパパさん。パパの。はい。バーバパパさんからの質問です。子供の頃にやったゲームを教えてください。そして、別の方からも、東京都在住、10代男性、チュッピッピさんからの質問です。トラさんは学生時代にゲームをされていましたか？こういう質問ですね。ということなんですけど、トラさんのこれまでのゲーム遍歴。ゲーム遍歴？はい。についてこう迫っていきたいなと。どうですか？昔からこうサッカーはずっとやってたと思うんですけど、はい、こうテレビゲームとかはされてきましたか？やってましたね。あ、そうですか。いつ頃、最初にゲームと触れたのはいつ頃ですか？自分がね、多分小学校1年生の時にファミコンが出た、はい、そうですよね。ファミリーコンピューターが世に出たのは多分、はいはいはい、自分が小学校1年の時、うんうん、まさに同ファミコン世代だ。一気に外で遊ぶ人が減ったの。なるほど。それまでみんな外で遊んでたのに、はいはい、ファミコン出た途端に外で遊ぶ人がいなくなるぐらい、うんうん、とてつもない多分人気だったのね。そうですよね。周りの人はもう結構お家でゲームして遊んでみたいな。で、我が家も例に漏れず、はい、ファミコンを、確かね、クリスマスなんですかね、ファミコンを買うはずだったんだ、はい、そしたらね、はい、多分ファミコンが売り切れてて、なるほど。なんかね、スーパーカセットビジョンっていう、多分調べられていくんですけど、僕は何それみたいなゲームをうちの親は買ってきたんですよ。なるほど。で、泣くっていう。ファミコンじゃねえのか。そっから始まりましたね。はいはい、なるほどなるほど。だからファミコンは人ん家に行ってやってました。なるほど。お友達の家に行ってみんなでファミコンしてみたいな感じですよね。うん。最初じゃあ、マリオ。マリオ。最初はそうなんですよ。トラさんもマリオはプレイしてきてたんですね。最初のマリオって、なんていうタイトルです？スーパーマリオブラザーズ。それですよね。一番最初のやつ。なるほど、なるほど。あ、それが小学校低学年ぐらいの頃。無限アップってずっとバババババババってやつ。トラさんも無限アップしてたから。ああ、してるしてる。なるほど。あとなんだろう。まあドラクエ、はいはいはい、なんかな、小田さんドラクエしてたんですね。いつか忘れたけど、はい、買ってもらえた気がする、ファミコンを。なるほど。あ、でドラクエにハマった気がします。なんとかビジョン、カセットビジョンみたいな、うん、スーパーファミコンを卒業して涙のプレゼントからファミコンをハマった気がしますね。なるほど。あとはね、マイク・タイソンパンチアウトっていうボクシングのゲームがあったり。格闘ゲーム。そうちょっと自分から振っといて何なんですけど、ちょっと世代がね、ジェネレーションギャップで、ちょっと僕が、いや、マイク・タイソンだよ。あんまり、まあ、マイク・タイソンはあります。あ、いや、マイク・タイソン。なるほど、そういうゲームをやられてたということですね、うん、中学、高校時代とかはどうですか？結構多分いろんなゲーム出てきたりとか、多分ファミコンからいろんなの出てきたのかな。いつ頃の？スーパーファミコン。はい、そうですね、スーファミコン。あったかな。まあでも、もうサッカーのめり込んでましたからね。なるほど、もう中高行く頃には息抜きでやつね。うんうんうん、だいわゆるゲーマーではないです。もう完璧にサッカーチューブだったんで。はいはいはい。うん、なるほどなるほど。現在とかって、ドラさんも奥さんも生まれて、3人。もう生まれてだいぶ経ちますよね。で、多分それぐらいからお子さんがゲームやり始めたりとか、うん、そんな時期も経てきているのかなと思うんですけど。いや、昨日もやりましたよ、マリオカート。マリオカートやるんですか？娘と。それはもう、最近ずっとですか？もうずっとマリカーは昔やってました。子供の現役の時もやってた。あ、そうなんですね。現役の時はやっぱりサッカーゲームやってて、はい、結構遠征に持ってって、はい、そうなんですね、やったりとか、あとは僕はもともと格闘技大好きだから初めの一歩です。初めの一歩のゲーム。なるほど。あれもやりまくってましたね。あ、そうなん
遠征の話とかありましたけど、やっぱサッカー選手がこうキャンプとかあの遠征とか泊まりがけで行く機会も多いじゃないですか、うん、その時ってゲームの機器を持っていくんですかね、うん、持ってってた。ああそうなんですね。気がする。当時結構重たくないですか。大きかったと思う。なるほどですよね、うん、アジアの大会とかもあったんで、はい、なんかそっちまで持ってってやった気がする。そうなんですね。まあ仲いい人としかやってないんで、はい、で大体あの試合の前日の夜に、まあ、結婚する前までだと思うんだけど、はい、まあ、よくあのウェディングレブなのかな、そうやってて、うん、あの勝つまでやめられない感じね。負けたら出られないから勝って終わるんです自分はね。もう勝つまでやるって。わかります、わかります、うん、ゲームにおいても負けず嫌いで。ああダメだね。なんかとにかく負けるのは嫌いみたいですね、はい、勝ちたいんですね。そうですね。サッカーゲーム今までもされますか。あ、結構やってましたよ。あ、本当ですか。でコロナが出始めて、はい、どうしてもあの家にいる時間が増えたときに、ね、1時間増えました。今僕は息子があの高校3年生でもう受験生なんだけど、はいはいはい、去年はかなり FIFA をやり込みましたね。息子とね。なるほど。対決で。それは多分俺勝ち越してます。そうなんですね。うん、息子さんと、でもそれでもあれですよね。バチバチで勝つまでやめないみたいな感じはお子さんに対して。うちの息子もそうだね。まあお互いに負けたらそのまま部屋に。ああ、まあ、機嫌を損ねて帰る感じです、うん、なるほどなるほど。でも多分俺だったら38勝35敗ぐらい。結構もう今年は全然やってない。受験シーズンも多いし、結構拮抗してるんですね、成績が。うん、なるほど。去年はやり込んだな。いや、そうなんですね。はい、お家で今でもマリオカートしたりだとか。マリオカートは娘ってやってますね。フィファしたりとか。はい、意外と戸田さんもあのテレビゲームやっているということで、あのそうですね、e スポーツ大会のアンバサダーに就任していただいたので。だってさっき練習やったら俺に負けせんですか。それはちょっとあの、前半、ね、あれは練習ですからね。3対1。だって何年ぶりだと思う。ウィーニングレブ。あのこの後あのゲームでウィレ対決企画もありますので、ね、そちらでリベンジしたいと思うんですけど、先ほどはちょっと調子がなかなか出ず、戸田さんにちょっと調子づかしてしまったので、ああそこの後頑張りたいと思いますけど、はい、ありがとうございます。はい、そしたらちょっと次の質問に、今サッカーゲームの話してたので関連する質問に移りたいと思うんですけど、はい、東京都在住20代女性クラシコさんからの質問です。戸田さんがサッカーゲームでよく使うチームはどこですかっていう質問がありました。これ結構多くの人が、はい、なんか興味あるような気がするんですけど、 100% マンチェスターシティです。これ僕もなんとなくそうなんだろうなと思ったんですか。でも FIFA やってる時に使ったのはシティと、はい、やっぱりスパーズと、はい、そうですね、やっぱケインとソンのツートップ。それはあれですか、やっぱりこう現実での、はい、こう現実世界で行われているサッカーだったりとか、はい、そういうお気に入りのチームとか好きなプレースタイルのチームとかをよく使うですかね。そうだね、勝つために選ぶっていうよりは、まあ、自分がやっぱり好きなチームなんだろうね、うん、やっぱりそれでいうとシティだったりとってなる。でうちの息子は大体マンチェスターユナイテッドとか、はいはいはい、リーバプールとか、うん、ライバルチームを当ててくるわけですよ。やっぱスピードでくるね、パワーとスピードでくるね、個人で、はいはいはい、うん、どうなんですか、どういうパターンでゴールを奪ったりとか、ちょっとこの次の対戦に向けてスカウティングしておきたいんですけど、よく使ってこんな形でゴール決めるとか、こんなサッカー、さっき決めたじゃん。そうですね、うまく幅取って抜け出して、そうですね、プレスしてショートカウンター、はい、はい、もうやられました。ゲームを多分やってる人はドリブルればいいんだ。そうですね、俺もあの恥ずかしながらオンラインでさ、はい、今とかできるんで。あ、オンラインでもやる。オンラインでやったことあるの。はい、もうなんかキーパーにメッシを使う人がいて、メッシに全員抜かれて点取れたことある。そんなドリブルはやっぱそうですよね、現実よりも。やってる人はドリブルがうまいですね、うん、ゲームやってる人は。うちの息子もドリブルがうまい。なるほど。お前がやってるのはサッカーじゃないっていつも言ってた。寅さんはこうあくまでもドリブルでこうゴリ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 っていうかは綺麗に、やっぱそこまでだからドリブルが多分うまくない。なるほど。し自分のやっぱりフットボールは多分もうちょっと違うんです。だから僕の場合その自分が好きな、はい、好きな自分が考えるものをゲームでもやろうとしたタイプ。あ、やっぱそう。本当にゲームが強い人は ゲームとしてのものができる人、うんうん、ゲーム用のサッカーじゃないですけど、やっぱこう現実世界で解説もそうですけど、指導もされてる中でやっぱその影響は。あ、多分さっき見て思ったんじゃん。いや本当にそうだ、普通に球動かし、うん、あのすごいやりながらすごい崩してくるんで、うん、ちょっとディフェンス間違ったりしたらやめとらさんに怒られるなって思いながらあの外へプレイしてたんですけど、
はい、ありがとうございます。はい、そうですね。あ、こちらの質問もちょっと今つながりがありそうなので聞きたいと思うんですけど、東京都50代男性、50代、匿名希望さんからです。はい、プロの解説者、そして指導者である戸田さんから見て、サッカーゲームをプレイしたり、うん、こうサッカーゲームを見たりとか、することでサッカーが上手くなりますかって質問ですね。上手くならないですね。上手くならないです。なんない。なんかこうサッカーゲームを通じてサッカーを勉強したりとか、なんとなくサッカーの理解が進んだりみたいなところは進まないね。進まないですか。なるほど。だって いつもあれですもん。なんでそっち動くのって。結構あれですか。要はあれだってカーソルがその、はいはい、定まってる人しか使えないでしょ。そうですね。一人しか使えない。さっき見て分かる。常に先を読んで俺はこう人を動かすんだけど、はいはい、結局その動く基準なんていうのは作れないわけで、うんうん、チームとしてどう動くかもあんまり作れないし、はいはいはい、だから、まあ、それっぽくはできると思うんですけど、うんうんうん、自分がこういうふうにやりたいなっていうものを一生懸命やってやってるんだけど、いや違う違う、そっちの方向じゃないとか、いや そんな修行はしないみたいな。よく息子とやってたり、そっちじゃない、そっちじゃない、いやそこじゃないです。分かる、それが僕もよく分かる。そのサッカーゲームしながら、あの、うん、実際のサッカーだともっとここをちゃんとあの守備だったら連動して移動してくれたりだとか、うん、こうアクションが起きたりだとかみたいなところは戸田さんから見たらちょっと物足りない。あ、だから戦術的なアクションをなんかもっとあのオーダーメイドで作れて、はい、それをボタン一つでなんかうまくできたりとかしたら面白いんじゃんって思いながらいつもやってます。なるほどなるほど。そこはこうちょっと不満を持ちながらも楽しくゲームして、不満っていうかあの歯がゆい。違う、もどかしく、そっちじゃない、カバーそっちじゃないとか。なんかそんなことを発しながらゲームされてる戸田さんちょっと見てみたいですけどね。あ、今日は隠しますけど上でやってる時は結構いや全然もう文句をこう言わない言わない、おーいとか言わないです。ちなみに先ほどの試合ではあの前半の30分であの戸田さんが使っているフィルミーノがイエローカード2枚まで退場したんですけど、でも3-1で勝ってるんだ。問題ない。ちょっと荒れたゲームでした。後半はもう全員守る。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。ちょっと僕から、はい、気になったことちょっと聞きたいんですけど、サッカーゲームって実況と解説がついてるじゃないですか。おあれとかってプロの解説者として、はい、なんかどのように感じてますか。あれは大変な話よ、あれ。そうなんです。すっごい量の、はい、要はあの台本みたいな台本があって一個一個要は読み込んでる。そうですよね。それをどれぐらいそのリアルな感情の下形で言えるかどうかで、だから皆さんみんながゲームやってる時に、はい、まあ、なんかこうそのプレーに対する反応がリアルかリアルじゃないかってなるんで。そうですよね。 FIFA の方は英語コメンタリーもついてて、そうです、普通にあのプレミアリーグ本当にコメンタリー担当してやってるんだけど、はい、すごいリアル。そうです、ね、感情乗ってて、うん、日本の方が多分棒読み。そうですね、もともと日本人はそういうのは苦手なのかもしれないけど、うんうん、いやでも難しい、絶対難しいですよね、実際のプレイ。それっぽく言うってことにやっぱ感情を乗せてイメージして。ジョン・カイラさんとかすごいですもんね、うん、そうですね。いやなんか面白い話も聞きました。いやでもなんか仕事で、あの半分声がかかったことはあるんだけど、はい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 、多分プレゼン段階だったんじゃないかな。なるほどなるほど。あれ本当大変らしいんで、その読み込む作業が、うん、そうですよね、うん、まあ当たんなくてよかったなと思って。ちょっとなんかいつかね、あのそらさんの声がゲームから聞こえてくる日がもしかしたらあるかもしれないので、ね、うん、はい、また楽しみにしておきたいと思います。はい、ということで、以上質問、たくさんお聞きして、素晴らしい回答、面白い回答をいただけました。はい、この後ですね、細胞のウイレ、あ、試合ね、はい、待ってますので。試合は試合だからね。そうですね、遊びではないんで、あの僕も大会アンバサダー、そして監督といえども手加減はせずにも、うん、戸田さんをこう任せられる機会なんてなかなかないんじゃないかなと思うので、結構部員からも言われてるんですよ。任せられる、負けないよ。いやでも結構僕部員から結構プレッシャーかけられてるんで、戸田さんをちょっと倒してくれ、ここぐらいで監督まで。そうです、あのギャフンと言わせてくれって言われてるんで、うん、頑張りたいと思います。いいじゃん、あの君が勝ったらさ、はい、俺が全員にあのジュースを持ったり。本当ですか。やった。それでもどうだろう、僕は大丈夫ですか、うん、僕が負けたらみたいなので。ジュースを折れば、僕じゃあ僕が負けたらじゃあ皆さんにジュースを。なんかでもいいな。スタッフの皆さんだけ得してるけど、まあまあまあ、まあ、じゃあということで、はい、じゃあゲームウイレ対決に移りたいと思います、はい、どうかありがとうございました。はい、ありがとうございました。